南極コメススキは稲科の植物。南極大陸に自生する出子植物は2種しかないが、その1種が南極コメススキである。南極大陸のほかサウスオークニー諸島などのアナン極地域の当初に分布する。またアルゼンチン、チリ、フォークランド諸島など南アメリカにも生育する。南極大陸に自生する出植物は、 南極緑なでしことこの南極コメススキだけである。非常に低温の環境に適応できる。サウスサンドウィッチ島の噴気口周辺に生育する南極コメススキのコロニーは気温摂氏2度の環境において平均摂氏6度の暖かさを示した。これに関しては大地から放射される輻射熱を効率よく吸収しているとする研究もある。 走甲は2.5から30センチメートル、葉の長さは2から15センチメートル。多年生植物であるが一年生植物となることもある。冠は長さ1から15センチメートル、果樹は高さ1.6から13センチメートル。コボは2裂性で長さ4.5から6.0ミ、mm、リメートル。雄蕊数は3で長さは0.25から0.5ミ、mm、リメートル。ただし形態は。 生育地によって変異が大きい。染色体数は 2n イコール26。ABC グリーン、SW スタディーズインコロバンサスクイテンシスバータル、アンドディスキャンプシアアンタルクティカディスブ、1、イントロダクション、ブリティッシュアンタルクティックサーベイ。ブレティン、23、19から24、ABCDEFGDMM はスタディーズイン コロバンサスクイテンシスバータルディスキャンプシアアンタルクティカディスブ2タクソノミーディストリビューションリレーションシップスブリティッシュアンタークティックサーベイブレティン2363から80神田博史、南極古生の苔植物症凍結及び乾燥研究会開三十3899から103ありがとうございます